高鴨神社を後にして高間彦神社へ向かいます。高鴨神社の隣に葛城の道歴史文化館があります。葛城古道に関する資料や郷土の民具や道芸品などを展示しています。休館日に当たってしまい館内を拝見できません。残念でした。この道は全体的に里道が中心ですので、軽装でもウォーキングが楽しめます。ただコースには売店や食堂が少ないので、あらかじめお弁当の用意が必要です。時々車が通る生活道路ですので注意が必要です。要所要所にこのような石の道しるべ、コース確認にはありがたい道しるべです。道は分岐点に。少し分かりづらくて迷いました。それでもまっすぐだろうと思い進みました。正解です。次の分岐点です。ここは道しるべが分かりやすく、左へ登っていきます。この道も左へ。交通量の多い道に出ました。注意して横断します。道は山の方へ向かいます。急な上り坂に差し掛かりました。道の横の溝に清流が勢いよく流れています。少し息が上がってしまいましたが、その爽やかな清流音に後押しされて急な坂道を登ります。道は山道になります。今までの里道とは違い、異空間に入り込んだような錯覚に陥りました。天照大御の神が治めたといわれる金剛山の大地に踏み込んでいます。光と影の中、神々のふるさと、神話のふるさとを歩いている。言いようのない感動が体を駆け巡っています。
道を登り切ったところで光が差し込むように前が開けました。前方に高間彦神社が見えてきました。畑の間の細い道を歩んでいると、左に黄色梅。名の言われは、木に止まったウグイスが小僧の死を嘆いている詩に、初春の明日ごとには来たれども、慌てぞ帰る元の住みかと泣いたという。春には見事な花を咲かせると言いますから、今見ることができないのが残念です。ここには駐車スペースもあります。そこを通り越すと杉の巨木が立ち並ぶ参道です。そこに足を踏み入れると一瞬に空気がピーンと張り詰めました。歩く前方から何かうねりのような気配を感じました。高間彦神社に着きました。天照大御の神が治めていた高間ヶ原の伝承地に立つ古社で、葛城市の氏神高見結びの神を祀っています。深い木立に覆われて神々しさが漂っています。神話の世界にタイムスリップした錯覚に陥りました。この境内に休憩所を設けていただいています。私はここで昼食のお弁当を食べました。恐れ多くもこんなところで食べていいのだろうか。また神々がうまそうだのうとお弁当を覗いているかもしれないと思いつつ、いただきますと食べました。次回は高間ヶ原から極楽寺までの道を紹介します。